は2021年3月3日赤いシフトを給油。スーパーでお買い物です。帰りは中川土手走行です。深夜なので何も映りませんけど。スタートは美濃林町付近です。国道55号を使い北進、赤いシフトを最短ルートで進みます。岸壁で誰も釣りをしていないなぁと思いつきスーパーへ向かいます。帰りは旧国道55号を使い花浦町まで、その後は大京原橋手前から土手を走行し中川大橋まで向かいます。そしてゴールです。3倍速で赤いシフトを目指す車載。まあ目的はいつものスーパーに買い物なんやが、現在地は国道55号美濃林町よりちょい北側。中川大橋です。もう見飽きました。左折します。国道55号とはお別れです。最近は猫や犬よりタヌキがよく死んでる気がする。
赤いシフトをついた。まあおらへん思ったけど、釣り客は誰もおらんかった。いなくなってたら気絶かなって思ったんやが、やっぱり死んでた。大凶バラバ手前を左折するで、土手走行や。右側は中川です。夜は何も見えませんけども、
ゴールの中川大橋です。もう説明する場所もないですけど、阿南市っていう微妙な場所のおかげで行き先がなくなってきたわ。やっぱり池田町方面まで行くしかないかな。